ミハイル三世シシュマンは第二次ブルガリア帝国の皇帝。正確な少年は不明であるが、1280年から1292年の間に生まれたと考えられている。ミハイル三世は第二次ブルガリア帝国の最後の王朝であるシシュマン、朝の建国者であるが、即位直後にはアセンの名前を名乗り、第二次ブルガリア帝国最初の王朝である、 アセンチョウとのつながりを強調した。ミハイル三世は、勢力的かつ野心的な君主であり、敵対する東ローマ帝国とセルビア王国にコーナーを織り混ぜた外交政策を展開したが、1330年7月28日のベルブジュドの戦いで敗れ、沈没した。バルカン半島における、ブルガリア帝国の政治的、軍事的派遣の回復を目指して活動し、 また東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル。彼の死後、このイヴァン・ステファン、ついでおいのイヴァン・アレクサンダルが後を継ぎ、イヴァン・アレクサンダルは、ミハイル三世への政策を翻して、セルビアと同盟を結んだ。14世紀初頭のブルガリア帝国の支配領域1280年から1292年の間にビディンノ・でスポトシシュマンの子として生まれる。母は、 尊厳孝ペタルとアセン家出身のブルガリア皇帝、イヴァンアセン二世の娘、アンナテオドラとの間の娘である。テルテルや出身の皇帝テオドルスベトスラフと、ゲオルギニセイテルテルは縁石にあたる。13世紀中央から、ビディンとその一体は強力な、ブルガリア人領主の統治下で、ブルガリア帝国から半ば独立した状態になり、ヤコブスベトスラフ、シシュマン、 ミハイル三世以来がビディンを支配していた。シシュマンワコは、テオドルスベトスラフからデスポッツの行為を授与され、同時代のベネツィアの資料は、ミハイル三世を、ブルガリアのデスポと、ビディンの君主と呼んでいた。1292年に、ミハイル三世の父、シシマンが、セルビア王ステファン・ウロシュ二世、ミルティンとは役を結んだ後、1298年に、 ミハイル三世は、ウロシュ二世の娘アンナネだと結婚する。ウロシュ二世の死後、ミハイル三世は、ブルガリア帝国の首都、タルノボにおいて、積極的に政治活動に参加することができるようになった。まもなく、ミハイル三世は、宮廷の有力貴族の一員に加わり、1323年に、若いゲオルギ二世が子を残さず没すると、 ミハイル三世は貴族たちによって皇帝に擁立される。ミハイル三世が皇帝に擁立された理由について何人かの歴史家たちは彼が貴族たちに擁立されたのはアセン家の血を引いているためであり、貴族たちにアセン家に代わる新たな王朝の創始者を選出する意図はなかったと推測している。ミハイル三世の皇帝即位後、彼の義弟帝であるベラウルが ビディンの統治者の地位を継承した。ゲオルギニセイの旧市はブルガリアに混乱と動揺をもたらし、東ローマ皇帝アンドロニコス3世は、ブルガリアの旧地を後期と捉えた。東ローマ軍は、トラキア北部に侵入し、ヤンボル、ソゾポルなどの重要な都市を占領した。東ローマの侵攻と同時に、かつてのブルガリア皇帝の兄弟スミレツの兄弟、ボイシルは、 ブルガリアの領主でありながら、東ローマに組みし、クランを本拠地として、スリベンからキャプシスに至る範囲のバルカン山脈とスレドナゴラ山脈の間の峡国部を支配した。アンドロニコス三世がフィリッポポリスに包囲を敷いているとき、新たに即位したミハイル三世はアンドロニコスを迎撃するため南に進軍した。イヴァンザ・ロシアンが率いる守備隊の攻戦により、 東ローマ軍のフィリッポポリス包囲は失敗に終わる。東ローマ軍がフィリッポポリスに引きつけられている間、ミハイル三世は北東トラケアに進軍して奪われた都市を解放し、東ローマ軍を撤退に追いやった。ミハイル三世はアンドロニコス三世の軍を撤退させることができたものの、フィリッポポリスはブルガリア側の守備の隙をついた東ローマ軍によって占領される。 フィリッポポリスの喪失にもかかわらず、ミハイル三世は、ボイシルを破り、1324年に前年まで、東ローマの下に置かれていた、北、北東トラキアの支配を回復した。同年、ミハイル三世は、マリツァ川下流域の東、ローマ領に侵入する。十分な兵力を集められなかった、アンドロニコス三世は、ブルガリア軍の迎撃に出ることができず、 アンドロニコス三世は血統で自由を決することをミハイル三世に提案した。後の東ローマ皇帝ヨハネス六世カンタクゼノスは、この時のミハイル三世の返答を一下のように記している。アンドロニコス三世は、ミハイル三世への返答、自身の策略が失敗に終わったことに憤怒したと言われている。しかし、アンドロニコス三世が境地ミカドでもある祖父。 アンドロニコス2世と対立していることを知ったミハイル3世はアンドロニコス3世にソフトの戦争の際には援助を提供することをほのめかしアンドロニコス3世と交渉の約束を交わしてブルガリアに帰国したブルガリアの東ローマ領への侵入を咎める名目でコンスタンティノープルにブルガリアの死者が呼び出されたにもかかわらず早々にブルガリアとアンドロニコス3世の間で 交渉が行われた。ミハイル・三世は、セルビア出身の日、アンナ・ネダとの離婚、テオドル・スベト・スラフの家父、テオドラ・パレオロギナとの再婚を決定する。ミハイル・三世が二つの決定を下した、正確な理由は不明であるが、多くの歴史家は、セルビアのマケドニア進出のため、ブルガリアとセルビアの関係が悪化したためだと推定している。婚姻によって、ブルガリアと 東ローマの同盟が成立したが、同時に、ミハイル三世は、セルビアとの戦いに備えて、東ローマに情報をすることになり、二国の国境は、フィリッポポリス・チェルメノン・ソゾポリスのラインに策定される。1324年秋に二国は、友好条約に調印し、ブルガリアと東ローマの間に数年の間の平穏が訪れる。この条約により、ブルガリアは、 バルカン山脈の南、北トラキア、ザゴリアなどを回復する。1327年、ミハイル三世は、東ローマ帝国内のアンドロニコス三世と、アンドロニコス二世の内交に干渉する。義兄帝のアンドロニコス三世の政敵である、アンドロニコス二世は、セルビアの支援を受けていた。ミハイル三世は、アンドロニコス三世とチェルメノオンで会談を行い、 ハンセルビアの協定を結んだ。条約において、アンドロニコス3世は単独の皇帝となった後に、ブルガリアに、領土の割譲と多額の報酬の支払いを約束した。チェルメノン条約によって、アンドロニコス3世は、マケドニアの支配権を獲得するが、東ローマの内戦の長期化を望むミハイル3世は、アンドロニコス2世と交渉を行い、軍事支援と引き換えに資金と、 国境地帯の都市の活動を約束された。ブルガリアから、イヴァンザ・ロシアンが率いる3000の騎兵隊が、コンスタンティノープルの宮殿とアンドロニコス2世の護衛として派遣されたが、ミハイル3世が派遣した援軍は、コンスタンティノープルの占領とアンドロニコス2世の捕獲を真の目的としていた。しかし、アンドロニコス2世は、アンドロニコス3世から警告を受け、 ブルガリア軍を慎重に首都から遠ざけていった。計画を見破られたことを知った、ミハイル3世は、命令を迅速に実行するべきだったという意味を持つ、焼け焦げた羽を添えて、イバンザ・ロシアンに退却を命じる手紙を送った。アンドロニコス3世が、祖父に勝利した後も、ミハイル3世はいくつかの東、ローマ領の都市の占領を試みている。1328年6月に、 ミハイル三世はトラキアの東、ローマ領に侵入し、ビゼ近辺で略奪を行ったが、アンドロニコス三世への侵軍を知ると撤退する。アドリアノープルに侵軍したブルガリアの別動隊も抗戦をすることなく撤退し、1328年10月の平和協定の更新において、ミハイル三世は多額の賠償金の支払いを要求される前に帰国した。だが、 ブルガリアは軍事作戦の初期段階において占領したブカロンの要塞を東ローマに返還しなければならなかった。翌1329年初頭、ミハイル三世はマケドニアで勢力を拡大しつつあるセルビアに対抗するためアンドロニコス三世に会談の開催を要請した。ソゾポリスとアンクヨレスの間に位置するクリンニーにおいてブルガリアと東ローマは 高級的な和平と永遠の同盟を約束した。14世紀初頭までブルガリアとセルビアは緊密な関係にあったが、1324年のミハイル3世とアンナネダの離婚により、両国の関係は冷え切ったものとなっていた。アンナネダは息子を連れて、タルノボを離れなければならず、兄であるセルビア王ステファン・ウロシュ三世でチャンス機のもとに亡命した。 ウロシュ3世は、いとこのステファン・ブラディスラブ2世との構想に直面しており、ミハイル3世と敵対する立場にはなかった。ミハイル3世は、ウロシュ3世を競争者とみなしてはいたものの、ウロシュ3世の当面の敵である、ブラディスラブ2世に十分な援助を提供しなかった。1324年春、ウロシュ3世は後に、セルビア大司教となる、ダニーロ2世を、 タルノボの宮廷に施設として派遣したが、ダニーロ二世は使命を達成することができなかった。さらに1327年からの東、ローマ帝国内の内向においては、セルビアはアンドロニコス二世を支持し、アンドロニコス三世を支持するブルガリアと敵対する立場を取っていた。ベルブジュドの戦い1329年の東、ローマとの同盟の締結後、セルビア軍が、 オフリドで略奪を行う中、ミハイル三世は遠征の準備を進める。セルビアの年代記は、ミハイル三世が、ウロシュ三世に服従を強く求め、セルビアの中心に、私の玉座を置こうと脅迫したことを伝えている。1330年、南からセルビアに進軍する、アンドロニコス三世の軍と共に、ミハイル三世は、ワラキア、 モルダビアなどの同盟国の軍を含む1万5000の兵士を率いて遠征を行った。最初ミハイル3世は美林に向かい、美林に立った後に南下したが、多くの歴史家たちは、ミハイル3世が美林に向かった理由を、兄弟のベラウルの軍と合流するためだと考えている。しかし、ブルガリア軍と東ローマ軍との連携は不足しており、 ベルブジュド近郊で1万5千のセルビア軍と遭遇する。双方とも援軍の到着を期待し、ミハイル3世とウロシュ3世は会談の場を持ち、1日の休戦に合意した。休戦協定が結ばれた後、ミハイル3世は軍隊を分散して不足していた食料を捜索させる。しかし、1330年7月28日の朝、セルビア軍の本隊のもとに、 王子ステファン・ドゥシャンが率いるカタルーニャ騎兵隊が合流するとセルビア軍は協定を破ってブルガリアに攻撃をかけた。不意の攻撃にもかかわらず、ミハイル三世は軍隊の秩序を回復させるがすでに遅く、戦闘はセルビアの勝利に終わった。この戦闘の結果、ブルガリアは領土を喪失することはなかったものの、新たなバルカン半島の勢力図が形成され、 セルビアはマケドニアの大部分を手中に収めた。ミハイル3世の遺体はスタロナゴリチャネのセイゲオルギオス教会に埋葬された。彼が没した当時の状況は不明確であり、資料によって小説分かれている。ヨハネス6世カンタクゼノスはミハイル3世は戦闘で致命傷を負って間もなく没したと記している。しかし、 別の東ローマの歴史家は、ミハイル三世は3日の間意識を失い、4日目に没したと述べている。また、セルビアの年代記には、ミハイル三世が戦闘中に落馬して負傷したことが記述されている。年代記は、ミハイル三世の遺体と対面した、ブロシュ三世が、ミハイル三世の死を悼み、彼が平和よりも戦争を好んだことを批判したと伝えている。 15世紀初頭のブルガリアの学者、聖職者であるグリゴリー・ザンブラクは、ミハイル3世は、ステファン・デゥシャンによって捕殺されたと推測した。ありがとうございます。